キリスはトルコ南中部の都市でキリス県の県都である。シリア国境に近い。第一次世界大戦までのオスマン帝国時代はアレッポ州に属した。今もユダヤ人のコミュニティがある。人口は1927年に2万人、1970年に4.5万人、1980年に6万人、1990年に8.5万人と増加の一途をたどったが、 1990年代に減少し2000年には7万人になった。近年は改善されてきているようだが、国境に位置することから密輸や麻薬の悪名高い。一方、タバコや電化製品を安価で買うことができる。地元のケバブはキリスケバビとして知られる。喫水のキリスっ子は、舌たらずな発音と英語からの多くの借用語が特徴のインキリスジェという方言を話す。 この方言の記録プロジェクトが2009年末、言語学者、m a ルドームシュの主導で指導した。シリア内戦で逃げてきた難民キャンプが置かれる。シリア国境から北に 5km、カジアンテップから南に 60km ある。タンスチルレル政権下の1994年に、キリス県が作られるまでは、カジアンテップ県に属した。地中海性気候で、熱く乾いた。 長い夏と寒い冬が特徴である。香水は冬に多い。オスマン帝国時代のモスクや、精巧な彫刻の施された木製家具を備えた郊外の石像建築群が挙げられる。ありがとうございます。